三菱ミラージ CVT フルードの交換を行います。まずはじめに、道具の紹介から。三菱、専用の CVT フルードです。型番は概要欄に載せておきます。次に、CVT フルードを抜き取るためのポンプです。今回は上から抜き取るようにします。で、古い CVT フルードを、捨てるというか貯めておく、何でもいいんで、タンクが1つ、それから CVT フルードを注ぐための容器、エンジンルームから CVT フルードを、入れるための上蓋と、あと、はかりですね。で、抜き取った CVT フルードを測って、重さで測って、で、その重さと同じぐらい、CVT フルードを入れて、量が適切かどうか試すっていう方法を取ります。理由としては CVT フルードを膨張するんで、今回重さでやってみようということで、はかりを使います。本体は、ポンプの本体があって、プラスマイナス取って、スイッチを入れると、で、あと、オートマティックフルード CVT の方は、レベルゲージがこうひん曲がってる方が、CVT フルード、差し口になります。で、注意点としては必ず穴に刺さることを穴に刺さることを確認してください。で、そしたら、吸い込み用のホースと、吐き出し用のホース取り付けて、吸い出します。そしたら、吸い込み用のホースを小さい方のホースと大きい方のホースがあるんですが、これが吐き出し用のホースで、こっちが吸い込みのホース、少し細いホースです。で、これをどんどん奥まで刺していきます。結構入ります。どんどん入ります。奥まで入ります。入ったら、じゃあ CVT 抜いて、ホースについては奥まできちんと差し込めます。結構奥まで入ります。プラスの電源、マイナスの電源、それから、ポンプ、油はここからここに出すようにします。それじゃあスイッチ入れていきます。
ホースが黒くなってるのわかりますかね。こんな感じでどん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 、後ろの作業の音とかぶっちゃってますけど、音は変わったの分かりますね。そろそろ終わります。もうちょいですかね。ではそろそろポンプ止めます。ホースを引いたらまた CVT フルードが取れるようになったんで、もうちょっと経過、CVT フルードの、重さは、グラムで、3062g で、容器の重さが、62g なので、あ、測ったところ 62g だったので、だいたい、3000g、
シブティフルードを入れていきます。今度は、CVT なんですけども、これは CVT なんですけど、1本、857g あります。なんで、まあ、3本ちょっと入れて食い込むような形になります。793g、 だいたい800、800弱ぐらいですね。 800g 弱ぐらいですね。じゃあこれを入れていきます。CVT フルード交換したら、オイルを各ミッションに、伝達します。パーキング でリア、ニュートラル、ドライブ、スポーツモード、ロー、パーキング。リバース、ニュートラル、ドライブ、スポーツ、ロー。で最後に、レベルゲージ確認して終わります。
き取って差し込んで、ちょっと見えづらいですけど、肺の上のところまで来てます。で最後きれいに拭き取って刺しておく。